はい、こんにちは。今回のテーマは10進数と2進数、16進数です。基礎講座で言うとここですね。基礎講座全体で一番視聴回数が多いテーマです。超重要だと思ってください。ここは計算問題が多くて苦手って感じてる人も多いので、今回はホワイトボードを使って基本から丁寧に解説していきます。ここはテストでよく狙われるし、この先の3章や4章にもつながってくる内容なので、ぜひしっかりと理解をしておいてください。それでは早速解説に入りましょう。それじゃあレベル1、一問一答からいきましょう。丸1番、0から9までの10種類の数字で数値を表現する方法。正解は10進法です。0から9まで増えていって10になると桁が進む方法なので10進法ですね。続いて丸2番、0と1の2種類の数字で数値を表現する方法。こちらは2進法です。そして丸3番、2進法の数を4ビットずつまとめて0から9の数字と A から F の記号で数値を表現する方法。こちら正解は16進法です。今回はこの3つのキーワードを押さえておきましょう。じゃあどんどんいきますね。続いてレベル2、練習問題を解説していきます。今回の練習問題は四角1番だけなんですけど、今回重要なことを全部この1問で詰め込んであるので、しっかり集中して理解を深めていきましょう。じゃあ解説していきますね。次の文章を読んで下の問いに答えようということで、まず括弧1番見てみると、文中の1から3に当てはまる数字を答えようということで、文章の穴埋め問題になっています。なので穴埋めをしながら問題文を読み進めていきましょう。普段私たちは0から9までの10種類の数字を用いた1番なんとか進数で数値を表現しているということで、正解は10進数ですね。そして一方、コンピューターでは0と1を組み合わせる2番、2進数が用いられています。しかし2進数で数値を表現すると桁数が多くなってしまうため、2進数を4ビットずつまとめて0から9と A から F、 これらを用いたなんとか進数で表現することも多いということで、丸3番は16進数です。この問題答える内容はさっきの一問一答と同じなんですけど、ここで確認しておいてほしいのは、まずどういう場面で10進数や2進数、そして16進数が使われるのかということと、もう一つ、なんで2進数が使われるのか、どうして16進数が使われるのかというところですね。なぜコンピューターで2進数が使われるのかというのは、前回こちらの図を使って復習しましたね。コンピューターでは電圧の高低や電流の有無、これを0と1に対応付けて情報を表現しているので2進数が使われているということでした。じゃあどうして16進数が使われているのかというのは、基礎講座でこちらの図を使って解説しましたね。この図は10進数と16進数、それから2進数を並べた表なんですけど、ポイントはここ。2進数も16進数も両方とも16で桁上がりをするというのがポイントでした。なので16以降のところを見てみると、2進数の4桁と16進数の1桁、ここがまた同じようにして増えていくんですね。なので2進数の4桁と16進数の1桁を置き換えることができます。さらに前回の動画でも出てきたんですけど、2進数のデータは8ビットをまとめて1バイトとして扱うことが多いと。なので16進数を使えば1バイトのデータをぴったり2桁で表現することができます。というわけで、コンピューターの中では0と1の2進数が使われてるんだけど、それを表現しようとするとどうしても桁数が多くなってしまうので、人が見て分かりやすくするために4ビットずつまとめて表現できる16進数がよく使われているというわけですね。このあたりまで知っておくと、この先いろいろと応用が効くので、ぜひ頭の片隅に入れておいてください。じゃあ続いて括弧2番いきましょう。10進数の123は次のように表現できる。10進数では1桁上がるごとに各桁の重みは何倍になるのか、それを答えようという問題です。そして下に数式が書かれていて、123イコール 1×100 足す 2×10 足す 3×1 ということで、この式の意味合いとしては、123というのは100が1個、10が2個、1が3個集まった数であるというふうに表現できるということを言っています。そして1は100の位、2は10の位、3は1の位の数というふうに言いますが、この時の100、10、1、この数のことをそれぞれの桁の重みと言います。
なので十進数の場合、桁が1つ上がるごとに重みは何倍になるのかというと1、10、100なので正解は10倍ですね。なのでその下1、10、100の重みのところを10の0乗、10の1乗、10の2乗とこんな風に表現することもできます。この式の意味合いが分かると、この次の問題、十進数と2進数そして16進数の変換問題がすごく理解しやすくなるので、ここはぜひ押さえておきましょう。じゃあ続いて3番です。カッコ2番の内容を踏まえて、カッコ3番、次の計算問題に答えようということで、それぞれの変換問題を全パターン用意しました。そしてこの後、なお十進数の59は59のカッコ10と表記するものとするというふうに補足はしておいたんですけど、これ一般的によく使われる記述なのでぜひ知っておいてください。というわけで丸1番から丸6まで6つの計算問題を用意したんですが、ここは実際に書きながら説明した方が分かりやすいと思うので、実際にホワイトボードに解きながら解説をしていきます。じゃあ早速丸1番、2進数の1001101、これを10進数に変換しようという問題です。さっきカッコ2番の問題で10進数の123は1が3個、10が2個、100が1個集まった数だという話をしましたが、この場合の考え方は一緒です。ただ2進数なので、この数は2の0乗が1個と2の1乗が0個、2の2乗と3乗が1個、2の4乗と5乗が0個で2の6乗が1個、これが集まった数だと言えます。なのでこんな式で表現できます。まずはこうやってかける2だけ書いておいて、そしたら右から順番に0、1、2、3と累乗を書いていくと楽です。そしたらかける1のところだけ2の累乗の値を計算します。そしたらあとは足し算するだけですね。というわけで丸1番の正解は77です。これ学校の定期テストとかちゃんと計算式を書きなさいっていう時は丁寧に書いた方がいいんですけど、ただ2進数を10進数に変換したいだけであれば僕ならこうやっちゃいます。まず一番右の桁は2の0乗なので重みは1、かける2で2、またかける2なのでここの重みは4です。続いてここは8で16、32ときてここは64ですね。はい、このように右から重みを計算しながら1のところだけ数字を書いていきます。あとはこの数字を足すと77になるということで、こんな風にしちゃうと早いですね。それじゃあ次、77に続いて縁起の良さそうな数字、10進数の59を2進数に変換してみましょう。考え方はさっきの逆、この10進数の値から最初の式を作ることができないか、こう考えていきます。つまりこんなイメージですね。こんな式になるときに、それぞれの空欄が0と1のどちらになるのか、それが分かれば2進数に変換できるという考え方ですね。ちなみにどうして2の5乗からスタートしたのかというと、2の6乗が64なので、それより小さい59は2の6乗以上の数を書いたとしても全部0になるだろうと。なのでそれより小さい5乗からスタートしています。じゃあこの穴埋めどう考えるかというと、小さい数字から2の累乗の値を計算していきます。そしたら左から順番に59の中には32が何個あるのか、それを考えます。32は1個入っているのでここは1ですね。そうするとここ以降で 59-32、 27を表現すればいいと。じゃあ27の中に16はいくつ入るか、答えは1個ですよね。27-16 で残りは11、この中に8は1個含まれます。残りの3を4と2と1、これを足し合わせて表現するとこうなります。なので正解はこのように、それぞれの1と0を左から順番に書き並べていって111011、これが正解となります。ちなみに10進数を2進数に変換する方法としてよくこんな計算が解説されてるんですけど、なんでこの方法で2進数に変換できるのか、それが分かってないと、あれ？あまりは上から並べるんだっけ？下からだったっけ？っていう風に解き方を度忘れしちゃったりするんですよね。この計算でも慣れればスピーディーにできますし、理屈を知ってるやり方の方がいろんな場面に応用が効くので、僕はこのやり方をお勧めします。じゃあ続いて丸3番、16進数の FF を10進数に変換しようという問題です。この FF の変換、例えばネットワークとかよく他の分野でも出てくる変換なので、ここで一度計算をしておきましょう。
基本的な考え方は1番と同じなんですが、今回は16進数なので16の0乗が F 個、16の1乗も F 個というふうに考えます。で、この F 個って何なのっていうと、さっき見てもらったこちらの図ですね。16進数の F は10進数の15を表しています。ちなみにテストとかで F を15に変換したいとき、さっきみたいな表をどこかにメモしてもらってもいいんですけど、僕はいつも手を使って変換しちゃってます。8、9、A、B、C、D、E、F なので F は15っていうイメージです。ここの変換ができたら、あとは丸1と同じようにこんな風に式を作って、あとは計算するだけですね。というわけで正解は255となります。16進数の FF を10進数に変換すると255。これいろんな場面で出てくるので、少しずつ慣れながら頭に入れていけるといいですね。続いて ④番、10進数の77を16進数に変換しようということで、基本的な考え方は ②番と同じです。ただ、さっきは2進数だったので2の累乗で計算式を考えましたが、今回は16進数なのでこんな風になります。そしたら次は各桁の重みを計算します。続いて各桁の空欄を左から順番に埋めていきます。まず77の中に256は一つも入ってませんよね。ちなみに ②番でここの部分、最初2の5乗からスタートしたんですけど、ここどうして2の5乗からなのかがわからないっていう人は、ここ6乗からスタートしちゃっても大丈夫です。大きい数字からスタートするとこんな風に空欄が0になるだけなので、あまり気にしなくても大丈夫ですね。じゃあ続きに戻って、77の中に16が何個入ってるかというと4個です。77から 4×16 をした結果、64を引き算すると残り13です。なので最後の空欄13ですね。この13を16進数に変換すると A、B、C、D なので、結果はこうなります。⑤番、正解は 4D です。というわけで、ここまでを簡単に振り返っておくと、2進数と16進数を10進数に変換したい場合は、各桁の重みを掛け算して足し合わせるという方法で変換できます。反対に10進数から2進数や16進数に変換したいという場合は、変換後のそれぞれの桁にどんな数字が入るのか、それを左から順番に考えていくというやり方で変換することができます。そして残り2問は16進数と2進数をそれぞれ変換するっていう問題なんですけど、この場合はもっと簡単にできます。2進数の4桁は16進数の1桁に変換できる、これをうまく使うんですね。じゃあ ⑤番、16進数の FF を2進数に変換します。まず16進数の F は A、B、C、D、E、F なので10進数の15です。この15を2進数の4桁に置き換える。4桁の2進数は桁の重みが右から1、2、4、8です。この数字をどうやって足し合わせたら合わせて15になるのかというと、8たす4たす2たす1なので、10進数の15は2進数に変換すると1111になります。なのでこの F も同じように1111になると、なので FF を2進数に変換するとこうなります。はい、というわけで1111、1111、これが正解です。ちなみに15からここへの変換、結構スピーディーにやっちゃったんですけど、ちょっと早すぎるよっていう人は、さっきの ②番みたいに一度計算式を書いてから変換してくれても大丈夫です。じゃあ最後⑥番、今度は2進数の値を16進数に変換します。2進数の4桁は16進数の1桁に変換できるので、こんな風に下から4ビットずつ区切って考えるんですが、左のビットが足らないときはこんな風に0を加えて考えます。そしたら今度はこのように4ビットずつ16進数に変換していくんですけど、まず上の4ビット、重みが4のところだけ1なので4、下の4ビットは8と4と1なので10進数で言うと13です。13を16進数に変換すると A、B、C、D なのでこうなります。はい、というわけで ⑥ 番の正解は 4D です。で、気づいた人もいるかもしれませんが、実は ⑥ の2進数の値は ① 番で出てきた2進数の値と同じなんですね。この2進数を10進数に変換して77、そしてこの77を16進数に変換すると 4D になります。で、こちら見てみると2進数を16進数に直接変換してももちろん 4D になるということで、ここぜひ頭に入れておいてほしいんですけど、この奇数変換の計算ってちょこちょこ細かい計算が多いので結構ミスしやすいんですよね。
なので、もしテストとかで試験時間が余ったような時、このような変換を違うやり方でも変換してみて、答えが同じになるかどうか、こういう方法を知っておくと、もったいない計算ミスを防いだりできます。ぜひ頭の片隅に入れておいてください。それじゃあレベル2、練習問題の解説はここまでです。少し休憩を挟んで、続いてレベル3、入試問題にチャレンジしてみましょう。はい、それじゃあレベル3、入試問題に挑戦ということで、今回チャレンジするのはこちら。共通テストの情報関係基礎科目2021年度に出題された問題です。早速問題文確認していくと、次の記述 A、B の空欄あに入れるのに最も適当なものを下の回答群のうちから一つ選べ、また空欄いうに当てはまる数字をマークせよということで、下の A と B を確認していきましょう。 A、 二進法で1011の数を4倍すると二進法であとなるということで、4つ回答の選択肢が並べられています。続いて B、 二進法で1011の数に4を足すと十進法でいうとなるということで、 B は数字を直接答える問題という風になってますね。じゃあこちらも計算問題なので、またホワイトボードを使って解説していきます。実はこの問題、次の動画を見てもらうと1秒で解ける問題なんですが、今回の内容で解くとこうなるという方法を解説していきますね。まずは二進数の1011を十進数に変換、そしたらその値を4倍してその値を二進数に戻すという考え方です。じゃあまず1011を十進数に変換しましょう。各桁の重みは1248なので、値が1のところを足し算するとこうなります。そしたら11を4倍しましょう。4倍した結果、つまり44をまた二進数に戻します。はい、というわけで二進数に変換すると101100となるので、あの回答群の中で言うと正解は ① となります。続いて B、 二進数の1011に今度は4を足すと十進数のいくつになるのかという問題で、さっきと同じようにまず十進数に変換してそれに4を足す、こうやって考えます。まず十進数への変換はさっきと一緒です。あとはこれに4を足すだけなので、このようになっていは1、うは5が正解となります。入試問題とは言っても基本を押さえておけば結構解きやすいですよね。計算が苦手っていう人多いんですけど、これが理解できた人はぜひ自信を持ってください。というわけで今回の演習問題の解説はここまでです。今回は超重要だけど分かりにくい問題が多いので、ホワイトボードを使って解説しました。今後いろんな場面で出てくる計算なので、ぜひ理解をしておいてください。実は今回の問題一瞬で解けますっていう話もしましたけど、次回は二進数の計算の話に進んでいくので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。